皆さんこんにちは。静岡県健康福祉部の後藤です。本日9月29日の県内新規感染者数は25人ということで、3日連続で30人未満ですね。12日間連続で2桁の少ない感染者数となっています。で、人口10万人あたりも 6.6 人ですね。7を下回って6まで下がってまいりました。本当にどうもありがとうございます。で、昨日ですね、どうしても20歳代から30歳代の感染者の方が多いというお話をいたしました。で、今日は、年代別のワクチンの接種率というグラフを作ってまいりました。濃い、青が県の1回接種率、薄い青が全国の1回接種率になります。で、濃い赤が県の2回の接種率、2回済んだ方の割合ですね。で、薄い赤の点線が全国の2回接種の方になります。で、12歳以上の全人口や全年代の全人口だとですね、濃い赤、薄いピンク、濃い青、薄い青といった全国と県の比率はほぼ同じまで上がっています。そして年代別に見ますと、12歳から19歳の10代の方ですね、あと50歳からこっちの方はほぼですね、県の方が濃い、太い線の方がですね、点線 の国の方を上回っているという状況で大変嬉しく思っています。しかしながら20歳代、30歳代、40歳代は、太い線の県よりも点線の国、全国の方が3から9%、3から9ポイントですね、上回っている、県が低くなっているという状況ですので、ぜひこの年代の方はですね、ワクチン接種をご検討ください。